ゴラン・ビシュニックは、クロアチア・シベニック出身の俳優。子供の頃から役者を志し、16歳で映画に初出演する。しかし、ユーゴスラビア紛争の勃発で、18歳の時は、ユーゴスラビア人民軍ボスニア紛争で妻子を亡くして、アメリカに渡ってきた、クロアチア人医師、ルカ・コバッチを、ER 最終話まで演じ、ノア・ワイリー公番後は、 トップクレジットに出されるようになった。ER でもクロアチア語を時々話すため、アビー役のモーラティアニーからホワットと聞かれるシーンがある。2002年米雑誌、スターで、ハリウッドセクシー100人の2位に選ばれている。007シリーズの6代目、ジェームズ・ボンド選考の際には、候補の一人として名が上がっていた。現在はカリフォルニア州在住だが、 クロアチアの映画にも時々出演している。1999年に彫刻家のイバナ・ビシュニックと結婚。2007年4月に男の子を養子に迎えている。2011年7月には代理母を通して息子が生まれている。なお、クロアチア在住時にクロアチア人女性との間に娘がおり、2007年に娘として認知しつき1800ドルの養育費を 支払うことで同意したと報じられた。また、動物愛護活動に熱心で、ペタの毛皮反対キャンペーンに参加したこともある。ありがとうございます。